配信ご視聴の皆さん、こんばんは、浜田陽子です。私は K1 が大好きで、毎日選手の試合や SNS をチェックしています。ドキドキしたり、感動したり、こんなに心を動かされるものに出会えて、とっても幸せです。今日はスペシャルラウンドガールとして、しっかり役目を果たしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。スペシャルラウンドガールの熊田陽子にご注目ください。Thank you.
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、こちら側に行きます。お願いします。熊田さん。はい。池田選手たちの試合を見ていかがでしたか？はいはい、私は、すごく競ってる試合だと思ったんですが、私がラウンドガールすごく大好きで、延長に行けばもう一回ラウンドガールできるので、そのためを思って池田選手が接戦をしてくれたんだなと、プラスに考えてます。長く立ってもらいたかったので、はい、3回もできました。はい、ありがとうございます。ちなみに熊田さん、はい、2021年3月に、はい、K1 のスペシャルラウンドガールの記念すべき第1回目を務めていただきました。はい、はい、約2年ぶりに熊田さんが2度目のスペシャルラウンドガールとして今日立っていただいたんですが、2度目としてどうですか？今回衣装もすごく悩んだんですが、前回はこういうものを作りたいって言ってスタイリストさんに打ち合わせの段階から全部手作りで作っていただいて、そこから約2年半で私はもうどっぷり K-1 にハマって、本当に夢中になって、毎日選手のインスタとか YouTube とか漁ってみるぐらい大好きになったので、もう K-1 ファミリーに入りたいっていう思いから今回こういうラウンドガールの正式な衣装をいただいて、ちょっと自分なりにカスタマイズしてラウンドガールをさせていただいたんですが、やっぱり前回に比べてより K-1 愛が深くなったと思います。